大田島とは日本の競争馬である。1959年春の中山大障害に優勝した。父は、さつ賞、喫花賞を制したニカンバとサミドリ。種母としては、大田島の他に、春坊、トサキング、フェニックス、ライトリアの、慶語等が大障害に優勝しており、これは、最上に次ぐ第二位となっている。母は1948年の農林賞賞店に、 優勝した、秀光である。中山大将儀大竹作を飛び越する各馬。手前から大田島、一法、11957年に、地方公営でデビューし数回勝利した後に、中央競馬に移籍。同年12月の中山から、中央の競争に出走した。翌年3月までに発戦して、すべて5着以下と不審だったが、5月に11戦目に、 そして初勝利を挙げた。その後7月までに5戦1勝の成績を残し、9月の東京開催から障害競争に転じた。障害初戦は同じ4歳馬のホリホツクから1.3秒差の3着に敗れたが2戦目の4歳馬障害から3連勝して11月の東京障害特別に出走した。4等立てという小等数の競争となり、 障害入り8戦六勝6で4歳馬にして、秋の大障害2着の堀穂津区が圧倒的一番人気。そして春の東京障害特別の優勝は石狩が2。しかし、レースでは堀穂津区が開始早々たすきの池垣で飛び越しが遠く騎手が落馬、最初の障害で3頭立てとなった。その後は石狩が逃げる展開になったが、大田島が最後の直線で抜き去って一場新参。 4差で勝利した。2週間後の東京の障害オープンでも同金で、堀保津区に勝利したが、優勝戦では、堀保津区に庭進半破れて連勝が5でストップ。続く中山の障害オープンでも堀保津区に破れたが、年末から再び4連勝を記録して4月には、京都大障害を目指して再下した。しかし、前哨戦となった京都競馬場の障害特別で2週目の、 空堀飛び越しで後足を落として負傷し4着に、敗れると、結局京都大障害は自重して、中山に戻った。その後東京で3戦2勝という成績で、6月末の中山大障害に向かった。中山大障害はこの年から、着外賞が10万円に増額されたこともあり、第1回以来最大でも8等立てだった。大障害が11等という多等数で行われた。 一番人気は、春の京都大障害に勝った、一一で、二番人気に、大田島、前走中山で、一一を破った高博が三番人気となった。スタートは一度目はバリアーが上がったが淀の風らが、手遅れて、乾杯。二度目は揃ってスタートし、コンリユウブルーが束を引き離して逃げ、大田島、バイホー、一一、高博らが中断を形成する展開となった。大竹作で、 大田島は着地が悪く腰が砕けたが持ち直した。大ドルい手前でコンリユーが先頭に立ったが、ブルーが三角で抜き返して最終障害を飛び越し。しかし、ここから大田島が進出し、直線手前でコンリユーを捉え、直線でブルーを競り落として優勝した。大田島は大障害の3週間後の7月17日に中央競馬の登録を抹消して、 オン競ケーバ上籍、席。2ヶ月後の日本テレビ坂に勝ち。1961年4月には、オールカマー1ハロンハンデで後に、天皇賞、有馬記念に優勝した、オンスロートに勝つなどの成績を挙げた。その後1962年から1964年にかけて、東海公営で出走。1962年10月23日、東海キング競争では、 当時の名古屋1900メートルレコードタイムを更新して勝利するなど42戦3勝の成績を残した。ありがとうございます。